こんにちは、純也です。今日はですね、backspace.fm というポッドキャストが主催するオフ会に行ってきます。で、場所は新宿なんですけど、本当は、もう一会場福岡でも、同時開催して、その2拠点つないで中継をやる予定だったんですが、ちょっとね、福岡の方の天候が危ういということで急遽中止になっちゃったんですよね。ということで新宿のみということで、今から新宿に向かいます。新宿オレンジは左側です。確か正面の高いビルが会場、そのビルだったはず。多分、どうだろう、不安。あ、そうそう、合ってた。この32階の桜インターネットのところで、ところが backspace.fm のオフ会の会場になってるんですよ。ということで、ビル到着。おお、涼しい。あ、ここですね、ありました、 backspace.fm のオフ会に潜入。うわー、もうめっちゃ皆さん集まってる、めっちゃ集まってます。じゃあ潜入してきます。受付はどうすればいいんだろう。同じやつ同じ田中先生です。あら、どうも、よろしくお願いします。あ、めっちゃうまいですよ、日本酒。あ、マジか。この酒めっちゃうまいです。あ、トガシーさんが持ってきたやつ。そう、まあ、負けないよ。純也さん、今受付しました。なんかたくさんもらいました。で、このシールを貼って、その辺もうフラフラしたって、もう懇談懇親会ですよね。はい、わ、はい、かりました。バルシャークさん、お疲れ様です。お疲れ様です。バルシャークさん、今日もスタッフ、今日もなんだかんだお疲れ様です。お疲れ様です。あ、やばい、ライカ持ってる人がいた。あ、すげえ、ピーターさん、こんにちは。うわ、めっちゃライカ自慢されてる。いいっすね。で、表を持ってきたクラフトジン、長崎の壱岐、そこの神楽、これです。うわ、めっちゃうまい。うわ、すごい、なんか爽やかです。夏抜き、これソーダで割ると最高の味です。はい、買えないと言えば、そうですね、やばい。最近ね、毎日大会心になると全然違う。いただきます。香りいいっすね。はい、あ、フルーティーだ。あ、けど後からまろやかさがやってくる。あ、それめっちゃうまい。なんかオフ会盛り上がってます。これどこのスイッチですか。勇者工房の熟成のオリジナル。オリジナル、はいはいはい。で、僕の好きなこのアクアキング、はい、これがそうなんです、ね、これがいわゆるこうオレンジルブイですよね。この前初めてルブされたのを使ったら、うわ、めっちゃ静かで、こう滑らかさが違うんだよね。これ上とだいぶこの押した感じが、はい、上がちょっとガサガサしてる、はいはい、あ、これが何もしてないやつ。あ、これはまた別のやつですけど、はいはい、そうですね、静音スイッチの一つで、はい、白テーブルの方、やばい、よく見たらジュニアさんじゃないですか、はいはい、こんにちは、ドリキンさん。ドリキンさんよりもコモドを取りたい私です。いや、しょうがないからドリキンさんも映します。坂本龍一会の続編がないんです。いやいや、あのね、
コンテンツ部はちょっとジュエさんいないと盛り上がらない。いやいや、これね、ちょっと後でノリさんに相談しようと思ってるんですけど、実はあの回あえて喋らなかったことがあるんで、まだ続きはいくらでも話せます。坂本龍一で、坂本龍一というかその辺の界隈で、はいはい、ちょっとノリさんに相談しておきます。けどあれね、自分はただの賑やかしで、コンテンツ部っていうか、その坂本龍一的な話っていうのは、実はノリさんが旗振り役っていうか、ノリさんの、なんていうの、独壇場の場で、自分はよっ、いいぞいいぞってね、ちゃちゃを入れてるだけなんで、実は自分は大したことないです。はい、はい、いう感じで。気づいたら、そろそろだ。これいいですよね。これいいですよ。やばい、なんかサンダルです。プレートらしい。あそこが、そうあそこが、リピートが生まれるから。確かに。あれやっぱり、田中先生持ってきた。そうそう、なんかもあれ動くのは何なんですか、オーラリング。ピーターさんの笑顔、ね、ピーターさんの Q2 に続いてほぼ行っちゃうじゃないですか。いやいや、これはいけないですね。めっちゃ綺麗だな。しきりありがとうございました。例によって支えがながら、ジャンケン大会のグッズを皆さん提供してもらったので、いただきました。ありがとうございます。じゃあもう一枚。はい。ありがとうございます。やべ、いただいちゃった。もう一回再建になるといいんですか。もう。じゃあ、ジュニアさんもちゃんとじゃんけん入ります。え、マジで？え、いいの？同じのはじゃあやりましょう。うん、そうね。はい。じゃあ、じゃんけん。じゃんけん。これね、何気にこだわったこのキーホルダーのリングとボーイの間がこう、何ですか、シリコンみたいな。はい、どうかちゃかちゃ言わない。そう、かちゃかちゃ言わない。結構こだわります。最初はグー、じゃんけんグー、パーガチ。あ、もう2人か。2人か。じゃあ、パーガチ。もう一人。じゃあ、もう一人。じゃあ、もう一人ね。その、これね、2代目ですね。僕はわかります。トリガーで。これは2代目散財道具が欲しいです。はい、お願いします。最初はグー、じゃんけん。よかった。パーガチ。最初はグー、じゃんけんチョキ。うわ、負けた。グーガチ。最初はグー、じゃんけんチョキ。グーガチ。これは呼ばれねえぞ。これ呼ばれる。はい。最初はグー、じゃんけんチョキ。うわー。はい。ピーターです、第一。ピーターさん、じゃあ1対1ね。最初はグー、じゃんけん。グーしか出せない。それは言わないでください。それさっき田中先生に俺グーしか出せないって言ったのに。じゃんけん。ピーターさん、おめでとうございます。ピーターさん、分かりました。じゃあおめでとうございます。これが正解です。散財ボーイ、散財ボーイ、すげえ、いいなぁ、いいなぁ。なんか実際見るといいなぁ。買わなかったんですけど、実は、はい、素晴らしい。ゼンジさんの、2種類これもじゃあ一気に、はい、じゃあ最初はグー、じゃんけん。おお、グー、勝った。最初はグー、じゃんけん。おお、勝った。チョキ何人？4人。じゃあ最初はグー、じゃんけん。おお、勝った。ナルさん、ジュエさんとナルさん、じゃあ、ゼンさんと、マジですか。どっちがどっちか説明したいですね。あ、はいはい、はい、これ一人に渡るわけ。そう、いや、ナルさんと。あ、そうですか。どっちがどっちですか。はい、ね、ゲーム会社の社長です。あ、こっちがどちらかといえば PS3 とか Xbox360 時代のゲームグラフィックスを解説したやつで、はい、こっちは基礎的なお話を解説してるやつです。なるほど、これは基礎っぽいやつ。いいですか。はい、どうぞどうぞ、はい、それで多分ジュニアさんがゲーム解説、はい、ありがとうございます、いただきました。ありがとうございます。ゼンジさんのサインもらう。あ、そうです。後でゼンジさんのサインいただきます。じゃあ松尾さんからも。うわ、いいもんもらいました。ありがとうございます。なんか気がついたらじゃんけんゲーム2つもらっちゃいました。テクノエッジの T シャツに西川ゼンジさんが書いた 3D ゲームファンのためのグラフィックス講座、この2ついただいちゃいました。めっちゃ当たってるんじゃないでしょうかね。人生の運すべて使い果たした感。
なんと西川善治さんのサインいただいちゃいました。ご著書の、じゃんけんゲームで買って、ああ善治さんです、ありがとうございます。ご著書じゃんけんゲームでいただいてサインいただいちゃいました。めっちゃ嬉しい。日本酒義教、はい、山田錦 100%、これに余った3世系の酒、じゃあこれもいただきます。愛知県の日本酒、それでは日本酒の義教いただきます。あ、香りフルーティー、うん、ちょっと辛口ですね、けどめちゃめちゃ美味しい。バックスペース .fm のオフ会そろそろ終了です。なんかめちゃめちゃ楽しかった。お酒たくさん飲んじゃってすげえ酔っ払ってます。桜インターネットさん、めちゃめちゃいいロケーションですげえ眺めがいい。いやーすごいな。なんか散財小説でよく見てるオレンジのバッグ、これです。想像以上にでかいですね。でかいですよ、はい、めっちゃ入りますよ。それ収納すごいですね。めっちゃ楽です。めっちゃ重くないですか。あでもね、引きずっちゃうから。あなるほどなるほど、はいはい、重さはあんま感じない。でも重さは感じるんですけど。それそうか、そうこれそう、ドリキンさん結構身長でかいんですけども、それから比べるとめちゃめちゃでかい。なんか動画で見てるとめちゃちっちゃく感じるんですけど、意外にでかい。そうそう、うわめちゃでかい、めちゃでかい。かっこいい。めっちゃ汚れてますよ。いやいやいや、これがかっこいいですよ。そうそうそう、これがかっこいいですよ。そうそう、思った以上にでかいですね。でかいんですよね。めちゃくちゃ入りますよ、うん、これに見てください、この台風始まった出た。解説始めたの。もう一回一回分解しちゃった。まだ入るじゃないですか。これで全部これでほら収納してるから。きっちり行けばまだ行きますね。全部こういう感じで。これがすごい便利。これメタクエストです。フルトラッキングする機材。これも見たことないで。うん、そう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 、そうなんですよね。何でも出てくる。そう。こういうのがこうなってるのが嫌なんですよ。今なっちゃってるけど。わかります。全部これとかも、はい、実際にはこう AC をもうこう丸めて、おいいっすね、こうするう、これがこの生で入ってるとすごい嫌なんですよ。紙クロス、そうそう、紙クロスです、はい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 、これでこうしとけば、ですよね、全部こうやって綺麗にこう入る。あこれこれこうやれば、わかる。全然余裕。うわめっちゃ余裕だ。今のあれね、そう東急ハンズにいたら。すごい実演で、うん、そうですよね。バカ売れだよ。ちょっとください。意外とこっからちゃんと、あ、まあ、さらに入るんだ。すごい。これなんか届いたな。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかったです。はい、同じ協会。あ、そう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 。これからもよろしくお願いします。ZV-1 Mark II、はい、最高です、はい。ありがとうございました。いやたまにこういうオフ会に出るのは楽しいですね。またなんかこういう機会があれば参加しようかと思います。松尾さん、 X リアルをお忘れの方、お忘れの方、バルさんやろ。ドリキンさんと善治さん、バルさん帰ったよ。先に NTR をまずいのでは。やばい、何人かやっぱ手を負ったもん。この名札つけたまま買いそうになってた。外さないと。ということで、バックスペース .fm のオフ会終了。松尾さんです、ありがとうございました。ありがとうございました。沖田さん、ありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかった。うわまだ蒸し暑いわ。よいしょ。うわこれはすごいですね。4泊5日分です。あマジですか。えあの XR 総合店も行って、はいはい、あなるほどなるほど。火曜夜からはいはいはい、はい、素晴らしい。出店者やったもんね。はい、出店もあの参加も両方してたんで、なんでそっちの荷物もあります。めちゃめちゃ大荷物。
いやー楽しかった。繰り返すけどバックスペース .fm のオフ会めちゃめちゃ楽しかった。カノの方こっちに来ないと。こっちに来ないと。